ネルギー、ワン呼吸、ワンムーブメントっていうふうにして決めときます。だから永遠にしてはいいという形もあるんですけども、ここは感じやすいようにそれを一つのモチーフ、時間のモチーフみたいに考えます。でそれを見た後の人がこれに対して答えを出しますが、この答えを出す問いの答え方が時間で、この人はスローと決めます。スローして、こっちはクイックです。でクイックをやってショートサイズにその人のスクルスローを答えにクイックにまとめた人は今度自ら今度は主題に変わります。質問形式の質問者になります。だからクイック&スローという息の流れをダンサーがそこで時代につなげることになります。で同時に空間ですから、この人は問いを発しますが、その答えを出す人はよりコントラルな状況ですから、空間のこの人とパーな状況のところに移動してください、移動できるように動いてくださいという形のものを頭の仕組みの中に少し入れておきます。そしてこれが、まあ、2人しかいませんけど10人10組やろうとも20組やろうとも連動してできます。これはユニットの関係が全体の場の複合的関係に音を対してニュートラルな関係を保てるだろうというふうに考えています。まず2人だけでやってみましょう。とりあえず問い答えです、はい、だって動きだけで、はい、それでは欲しい、はい、はい、OK、これは多分仕組みの中ではクイックの中で移動した人と、じゃあスローの中でもクイックの中でも移動しなかったり出てきましたら、これは相互に移動したらくっつくことにもありますし、相互の移動したら離れることもあります。しかしどっちかが変わらなかったら、これは関係性はユニットになって何ら変化がなかったことになります。だから多様な言い方で言えば、問い答えはどう映ったのか、ちょっと、この人が言ったんですけども、質問をした問いを出したら答えはクイックにしましたが、クイックにした流れの次に連動連続してこうつなげてスローの答え問いを出しました。でそれではまたこっちが答えを出しました。こういうふうにやり取りがチェーンに重なっていくという2往復して、はい、このやり方を通して、じゃあ、もう一組やりましょうか。はい、ダンサーもう一組ね、ふーちゃん、はい、これはもう少し空間を移動するような形で、少し仕組み可能性を持たせてみましょう。ここに答え最初に使う。これが明確だったかどうかは分かりません。ただ、さっきも即興のメダルなんかで答えの面白いか面白くないかっていうのは、花からこれあります。
空間の共有物である生き物は関係性の危機とその優雅なっていうかな快楽の関係において、その体がどう望んだかにおいてしか面白みというのは出せない。みんなそれは知っていますから、感じてくれたらいいと思うけど、今の場合面白くありません。似やすぎるんです、動きの質も。この場合はやっぱりどこかでもう一つのシンボルがあります。この二つを共有している何かがいるらしいね。それは私は信じられない。私は信じる。そういう人間世界が少し分かれています。しかしこれが物と物であれば信じる必要はありません。そこにあるものが結果誰か終わるまでやるよね。これはそしたらそこに立ち会った人間は過度な興奮と過度な冷静さがそこにあります。だからとても場というのがスリリングにこう何て言うんでしょう、怖まるってね、柔軟になりながら緊迫してきます。だからそういう状態に臨んだんですけどね。やってみましょう。はい、音つけて、じゃあ連続して、はい、問い答え問い答え問い、うん、で順繰りに、はい、音楽も順繰りに、問い答え問い答え問い答え、スロークイックは関係ないよね。Hey.